はい、フォールアウト76続きやっていきたいと思います。本日は4月7日なります。アトミックショップユーティリティいただけるものはいただいていきましょう。無料修理キットということでね。はーい、じゃあまあ始めていきましょう。やっぱり早朝起きた時はね、ファーストで、そうなんでね、ファーストでなんかやったということは、多分ね、通常普通にログインしてセカンドチャンで始めて、なんかデイリーが、ファーストでやった方がいい感じだったやつなのかなって感じで、ファーストで起動して消化したって感じかな。はい、今も現在もめちゃくちゃ酔っ払ってる感じです。レベル250になっておりますけどね。デイリー、そうだな。やっぱ結構ファーストのさ、ステルス、不屈、で、ちょろい感じだった気がするんよね。はい、来ましたけど、ちょっと一回自宅に帰りましょう。自宅帰って、はい、まあ、行きましょう。まあ、そんな感じで、運動もろもろ終わらしたとこからやるかな。再開しようかな。じゃあちょっとカットしますね。はい、全然ね、準備もできてないんですが、急にデイリーオフィスが来た時困るんで、やっていきたい。再開していきましょう。はい、そんな感じで、デイリーがやっぱデイリーオフィス、完了するっていうのが残ってるね。金を含むジャンク。これに関してはグール討伐して、結構ね、金系のやつ持ってるんで、グールで終わらせました。あと、ワークショップ獲得する。で、ワークショップ、防衛、設備。まあ、これもワークショップ獲得したので同時に終わらせることができるし、やっぱこの二つでね、ポイントが、プロテクトロンのボーブレインの腕に重傷を負わせるということでね、ファーストの、バッツ使いなんで、非常にやりやすかった感じでしたね。はい。そんな感じで、まあ、着々と進めていきましょう。なんで、本日は、まあ、デイリーオプス終わらしていくのと、デイリーチャレンジということでね、デイリーチャレンジを完了するってのと、まあ、こうやって入れておきましょう。ウィークリーの方もね、ちょうどデイリーオプス完了するっていうので達成できそうだし、デイリーチャレンジを完了するあと1でやれば、ウィークリーのこれも同時に達成できるということなんですよね。はい、そんな感じになっております。じゃあ残りは、これとこれと、音楽やって、お風呂に入ってって感じなんで、お風呂までちょっとカットしますね。はい。なんかパブリックイベント発生しましたけど、右に表示されてるのがデイリークイーンオブザハントということでね、地点を発見して DNA を採取して、検査機に突っ込むみたいな感じでやるんだけど、それだとなんか一箇所目で終わっちゃいそうな感じもあるんで、ファンデーションクレイター。うん、ファンデーションできますか。ファンデーションのとこに飛んで、クエストを受けて、それを消化して、ついでに、やっていきましょう。はい、ファンデーションに飛んでいきましょう。あー、プラズマライフルな、プラズマガンな。プラズムコア結構集まってるからそろそろ使ってもいいのかもしれないね。現在装備してるのは何だったかな？ガトリンクガンかな？残りの弾の数はわかんないけど。まあまあまあ結構あるな。あとこっちは火炎放射器か。はい、まあやっていきましょう。さてさて、ようやく。おはよう。まあちょっとこれ受けるまでカットしますね。はい、まあじゃあやっていきましょう。ラジオのファンデーション財宝、財産トラッカー。はい、どこだ。
どこか見当たらんのだか。もう少しパトロールを増やすか。なんかやってんね。ドリーソッツがないから、もう先に、行きますか。DNA 採取。はい。まあ、オプス、ね、作ってもいいんだけど、まあ、一応、とりあえずどっか入れてもらっていきますか。まあ、オプス、おお、水が足りねえぞ。うわ、水も大量にあるな。あと、お腹も空いてるし、ブロードフルで、これありすぎだろ。調理すればちょっと売りに行くか。な感じのこと思いながら。どうでしょうね。ガトリンクで行く？デスクローさんじゃん。ねえ、あんま強くねえんだよな。おおお、死ぬことはないからいいけど。はい。まあこれで達成はできねえな。次のとこ行きますか。さて、どちらさんが見えるんでしょうか。まあたまにはこんな感じでのんびりプレイのもいいよね。なんか早朝プレイが結構忙しい感じだったんだよね。というのも、まあ V 破壊的な感じがあるじゃん。腕を狙ってっていうバッツでもちょっと若干さ、狙っていかないといけないから。しかも、プロテクトロンって、左腕と右腕あるからね。それも選択しながらだからね。若干ちょっとストレス感ありながら、早朝の貴重な時間を、みたいな感じのことを思いながらね。はい、到着。ヤオグアイ。ここにヤオグアイって珍しいよな。お。耐性もクソも、耐性もクソもない感じ。はい。ということで、最後の一個になりました。ドリーソッツ自然公園ということでね。今日は芋焼酎の炭酸割りです。ああ、そういえば今回の、スコアボード、スコロクも終わってるんで、これが、キャンプに作れる感じになってるね。うわ、スコーチドヤウグワイってやつ？病気の中か。めっちゃ HP 回復してるんだが。さて、スナリーギャスターとかなんかな。ここは全然未確認生物でも何でもないような気がするんだけどさ。いや結構未発見なロケーションあるな。グラフトンだって。結構ヘビーだな。硬いぞ。来た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 。バツでさ、クリティカル入れたらそこ終わるんだけどね。経験値はドラドラ美味しいね。はい、これで達成、サンプル。抽出して、行きましょう。じゃあ、納品して、
構時間的に余裕ある感じだね。誰かデイリーオプスやってくれねえかな。待ってると何でもダメだからね。自分でやっていかなきゃいけないんだ。もう一匹いつもね。サンプルを分析中。はい、金の懐中時計。もう今はいらねえんだけど。分析完了。ナレッジベースをアップデート。どこ行った？はい、デイリーチャレンジ終了。1875ドラドラ大きいぞ。経験値も美味しいしな。あとは、デイリーオプスだけ残すんだけど、あと、どこだ？どっかわからん状態だから、選択されてなかった。こっか。カーソルが。まあ、どっちにしろ、待っててもしょうがないから、これ達成して、ファウンデーションに報告して、それまでにデイリーオプスが誰もやってなかったら、自分で作っていきましょう。わわわわわわ。めっちゃ近いな。お前か。はい、達成。プロテクトロンとか。何とやってんの？お、びっくりした。大丈夫みんな。俺は人のもん奪うの大損す。手間取るのってマジで嫌だ。気持ちがすっきりするまで。こいつらは躊躇なく人の頭を吹っ飛ばす。あんたの助けがなければ。あの殺人ロボットを仲間にするとしたらどう？ありがとうな。生かしたペイントもしてやるんだ。ねえ。はい、まあじゃあ報告に行きましょう。なかなか発生しねえな。で、今週は変異イベントが発生しなかった隔週って言ったけど、先週あったよね。もう終わっちゃったのかな。あんま全然なんかさ、フォーラー76のスケジュール系のやつ全然見てないからね。知らんけど。お、珍しいな。でもよく見たらさ、不屈の人誰もいねえじゃん。はい、俺たちがなくしたものを持ってるな。ああ、取ってきたさ。残念だ。すぐにこいつをタレットに取り付け直せよ。よくやってくれた。はいはい。じゃあまずヌカワールドオンツアーに飛びまして、デイリーオプス発生させましてみたいなね、思います。集まるときはめちゃくちゃ集まんだけど、集まんないときは集まんないときと、まあ今スマホどこ？いや、いい時間だぞ。速攻集まれそうな。誰かデイリーオプスやってくれんかみたいな感じでちょっとやってる感じか。ちょっとごめん、パーティー出るわ。
はいはい、来てくれ。スイムパック打って、一応さミニガン装備しとくか。レジェンダリーはねえからなかなか来ねえな。いつもならなんか瞬間的に埋まる感じなんだけどさ。まあ、整理整頓していきましょう。あなたの一日を楽しくしましょう。来ましたぞ、一人。まあ手荷物もそう、先に調理してこれよかったな。うわ、行く気満々じゃん。じゃあまあ向かっていきましょう。よろしくお願いします。暗号解読、変異が何か全然見てないけどね。よろしくお願いします。よし、行くぞ。いつどうしてかは謎だが、通信が侵害された。そのエリアにある無線盗聴器が原因だ。シャットダウンするな。はいはい、見えへんぞ。忘れるな。いたいた。凍結系か今日は。オッケよし、行きましょう。OK。めっちゃ口開いてるわ。ちょろい感じだな。レールガン、レールライフル強えな。ブロードキャスター、ブロードサイダーか。おっ、HP の減り半端ねえ。ゴー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 。缶コーヒーもたまりすぎだな。完璧だ。あとは最後の盗聴器だけだ。もう一度敵の集団を割り出して。オッケー。いけいけ。オッケー、ゴー。オッケー、デリオプス結構ちょろいよね。わいた。コードキャリアの
強力な信号を検知。こいつは手強いぞ。はいはい。まずはこっそり近寄れ。気づかれる前に攻撃しろ。必要ならチーム全員で連携して倒せ。あのコートが必要だ。いたやつを完全にシャットダウンしてやれ。頑張って。初期のところへ向かい。まあ、任した。ちょっと耳がかい。はい、お疲れさんでした。デイリーオプス完了する。パブリックチームで完了するとね。達成しました。一応。火炎放射器じゃなくてガウスライフに変えて、よし帰りましょう。はい、 POS リコンアーマーの銅を欲しい。ツーショットレールライフ。はい、いかがでしょう。レア報酬フローターのチューブ。お疲れ様でした。まあ、少々に交換して、あとは、クラフトでもしよっかな。ねえ、そんな感じのことを思いながら、確認しましょう。はい、一応さ、デイリーオプスチームを、カジュアルに変更して、はい、そんな感じで、ウィークリーも終わることができました。ね、4日を残して終わることできたね。あとは、スコアボードの報酬いただきましょう。キャップもそういらねえんだけどなぁ。パークカード。次はランチボックス3つ。よし、じゃあ、ちょっとレジェンダリー交換しましょう。ツーショットレールライフル。マガジンの最後の弾 25%。いらないね、これは。はい、あと、そうね、残り440で。あらあら、こんにちは。楽しんでる？ちょっと確認だけね。ちょっと確認だけ。レジェクラどのぐらいいけそう？ああ、モジュールが11あるか。まあ、今やるべきではない感じだな。はい、まあそんな感じで、今回パートは短いですけど、こんなところで終わりたいと思います。この後は、まあ荷物整理して、調理して、お肉とかたんまり持ってるんで、それを処分して、まあふらふらしてレジェンダリー集めて、証書の方に変更して、レジェンダリークラフト交換用のために、交換するためにね、モジュールとかコアをね、集めていきたい。そんな感じに思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。